ちゃんと警察に届けには行くわ。でもその前に2割のお礼分ぐらいチェックさせてもらっても罰は当たらないでしょ。いいのかな。ほら、何をしているんです。それ私たちが拾ったんだから返して。もうわけのわからないダダをこねないでください。いい加減にしないと逮捕しちゃいますよ。逮捕って、あなた何者よ。私は刑事です。刑事さん。分かったら早くどこかに行ってください。捜査の邪魔です。それともお仕置きしてほしいですか。行こう。何言ってるのよ、めぐるくん。いくら国家権力だからってやり方が横暴だわ。せっかく大切な遺留品を拾ってあげたのに、お礼を言うどころか捜査の邪魔ですって。ちょ、落ち着いて。僕に噛みつかれても。それにここで引いちゃったら、せっかくの事件解決の鍵がおじゃんでしょ。そしたらあの忍って子に負けちゃうかもしれないじゃない。立花さん、それはそうかもしれないけど。立花、あなた、ひょっとして立花美也子さんじゃありませんか。え、そうですけど、一体。やっぱり直人様のおっしゃってた通りの方です。直人様。そして知り合い。でも直人さんって立花さんのいとこのことだよね。ミステリーにすごく詳しい。私、風間美和子と申します。先ほどは直人様のいとこであらせられまするとも知らずにお失礼いたしました。あの直人さんの知り合いの方ですか。直人様の幼なじみで、以前からこの学校にいとこの方が通っていらっしゃるとずっとお聞きしておりました。
お願いがあるんですけど。はい、あの、なんでしょう。改めて、さっきのネックレス、私たちに見せてもらえません？いくらなんでもそれは…わかりました。他ならぬ、ナオト様のいとこさんの頼みですから。すぐ返してくださいね。またご用があればいつでもおっしゃってください。それではナオト様にくれぐれもよろしく。じゃあまずは被害者の身元確認から始めましょう。名前は雄一郎。ミシェルというバンドが好きなバスケ部員が実在するのか。そうだね。あとは被害者が雄一郎さんだったとして、その交友関係、なんとなく人に恨まれてる感じだったし、この事件がもし殺人事件ならまずは犯人の動機から探らないと。ずっと寝てたじゃないか。寝てないわよ。ただ目を閉じてただけなんだから。そんなことはいいから、どこ行く？めぐるくん、とりあえず休み時間だから一人くらいしか聞けないと思うけど。そうだな。それじゃあ1年生に聞いてみようか。上級生の噂とか聞いてるかもしれないし。オッケー、そうと決まれば早速行くわよ。ちょっと待ってよ。何やってるの。時間がないんだから急がないと。わかったよ。どうしたの？急に止まって。あれって1年生よね。そうじゃない？ナイスタイミング。なんか怪しそうだし、あの子に聞こう。ねえねえ、新聞部なんだけど、ちょっといいかな？
なーに見てるのよ。キャッ。え、あ、はい、何ですか。やっと気がついたわね。あのね、今朝起きた事件のことなんだけど、なんか心当たりないかなって思って。被害に遭ったのは雄一郎という人みたいなんだけど。え、ああ、私あんまりわからないです。テニス部の先輩しか知りませんし、すみません。そっか。じゃあ今なんでそんなに夢中になって見てたの。になっちゃったりしたら、先輩、今度転校しちゃうそうなんです。転校。騒ぎにならないように手紙にしようと。だけどいざ先輩を見てみると迷惑かなって思っちゃって、やっぱり渡せないです。とにかく伝えちゃいなよ。伝えてどうなのかはその後で考えればいいんだから。大事なのは今よ、今。悩んでないでさ。でも私のことなんか。言わなくてモンモンするより言ってすっきりした方がいいに決まってるでしょ。そうですね、わかりました。今度勇気を出して言っちゃいます。あ、それと騒ぎにしたくないなら誰もいないところで伝えた方がいいわよ。あ、どうしてですか。それはね、
とにかくそうした方がいいよ。あ、はい、わかりました。ありがとうございました。なんかすごい子だったわね。あ、もうこんな時間、授業始まっちゃうよ。しょうがないわ、あとは昼休みに続けましょう。授業が終わったらまたここに集合ね。了解。ここら辺で待ってればいいよな。まさか。いやー、食べた食べた。あ、めぐるくんもう来てたんだ。もう来てたんだって、お昼食べてきたの？当たり前じゃない。終わったと同時に行かないと幻のプリンクリームパンはすぐなくなっちゃうのよ。でも授業の後集合って言ったじゃない。私にとってはお昼ご飯も授業の一部なのよ。それじゃ時間もないことだし早速始めよう。しようか。やっぱり先生に聞いた方がいいんじゃない？先生なら雄一郎って言えば誰かしら知ってると思うし。それもそうね。じゃあ早速行きましょう。バスケ部で雄一郎といえば南雄一郎しかいないな。学園の3年だ。南雄一郎、やっぱりいるんですね。それがフルネームですか。うん、この春に昨夜学院から転校してきている。昨夜学院なあ、そういえば桃井も転校生だったな。お前は知らんかもしれんが、うちの姉妹校だ。それで、その先輩、誰かに憎まれるような覚えは？